はい、武部大社ですね。なんか宣伝が珍しいですね。神社でこんなに宣伝してる人って珍しいですけどこれはこれでありかなと思うんですけど、食べ物屋さんとか助かりますけどどこで食べればいいんだろう。結構いっぱいありますからね。佐久長のあたりもね、ちょっとで、ね、どこで食べればいいのか分かんないかな。検索したんですけど難しかった。逆にありがたい感じですけどね。なんかこのあたりはこういうのやっぱ作った方がいいですよね。先が本殿がいます。じゃあ本殿参拝していきたいと思います。